ほんまに高齢化社会でんな。ねえ、ほんと皆さんお達者で結構でございますよ、健康でね。浅草へこの頃よく仕事に行くんですけどね、浅草寺、すごいですね、やっぱり相変わらず観光客多い。雷門の前で記念撮影やってまんね、真ん中にこうおじいちゃんね、ヨガにおばあちゃん、おじいちゃんニコニコ笑ってね、横にいてる人が冷やかしてまんね、よっおじいちゃん両手に花って、おじいちゃん、いや両手にドライフラワーや。スーパーの前でおばあちゃんが値切った品物自慢話してまんねん、私これ5割引きで買ったのよ、私なんか7割引きよ、横乗ったおばあちゃんが私万引き。敬老会によく行くんですよ、お邪魔してね。で、ね、謎掛け同好会、何々とかけて何ととく、その心は何々というのをたくさん作ってらっしゃる。まあ謎掛けで有名なのが、長官とかけて坊さんと説く、今朝来て今日読むっていうのがありますな、これは有名ですね。それから安産とかけて知ることとく、案じる中に身が二つ、まあ、こういうのは名作なんですけども、お年寄りはお年寄りで世界持ってますからね。我々年寄りとかけて小さく畳んだ一万円札と説く、その心はシワはあるけどそれなりの値打ちは。すごいでしょこれ。セミとかけておじいちゃんを慕う孫と説くやて、じいじじいじと泣いてますよ。トイレとかけて本州と四国を結ぶ橋やて、瀬戸をまたぐでしょう、ね、それからお昼ごろ作った謎掛けやと思うんですが、朝ごはんとかけて廃品回収業の方と説く、その心はただいま町内を回っております。感心しますぜ。落語家も作るんです、一応プロですから。作んねえけどね、笑いは取れるけど品がない。卒業式とかけておならと説く、校門からさようなら。笑いは取れるけど品がないねね、これ。ドドイツというのはこの頃みんなやらんけど、残しときたい文化の一つですね、あれなね。七七七五かなんかで行くんでしょ、あれ。止めてよかったあの時会社、今頃濡れてる通りやね。序がおわっしゃろ。いやいや、ありがとう。なんか経験者だけがって叩いてますよ。高杉晋作という方が名作を残してます。三千世界のカラスを殺し、虫と朝寝がしてみたいね。え、お年寄りもいろいろ作るんですよ。浮世がままになるならば寝ながらしょんべんしてみたい。めんどくさいにはね、起きるのはね。中には寝ながらしょんべんしてみたけれど旗で見るほど楽じゃない。のつくほどつねっておくれ、後でのろけの種にする。あざのつくほどつねってみたが色が黒くてわからない。ねえ、あら、まあお年寄りというのはそういうふうにいろんな発想が豊かで、結構でございますが、東海道は掛川の宿に遠州屋さんというより立派な本陣宿がございまして、表に真新しい立て札が立てたあって、都合により向こう3日の間どなた様に限らずお止め申すことはできませんと書いてある。その立て札をはじーっと見つめておりましたのが、年の頃なら71に、汚い着物にソロベリ羽織。なんでソロベリ羽織というか、そろっと触るとベリって破れるから、ソロベリ履いております草履は何なた草履、いつ切れりゃわからんちゅう。そんな危ない格好で上等の宿へ入ってきよって、
はい、こんばんは。へえ、いらっしゃい。年寄りの一人旅屋が泊めてもらえんかい。おじさん、あんた表の立て札見てきたんか。ああ、見てきたんじゃが。見てきたんなら入ってこいでもええやないかい。どういうわけで泊められるのか、その訳聞かせてもらいたい。あのな、おわんの殿様が参勤交代で江戸行けはんの。明日の朝早お着きになって、明日一日ゆっくり体を休めて、あさってご出立。せやさかい、今日が前支度、明日が当日、あさってが後じまい。これで都合3日の間誰も止められるのじゃ。わかったか、おっさん。ああ、おわんの殿さんが止まるから、わしらみたいなものは止められんと。そういうこっちゃ。そない気遣わいでもええ。何が気遣うね。何にも殿さんの部屋で一緒に寝かせとは言わん。当たり前や。何を言っとんねん、おいらん。急いで帰って帰って。そんなこと言わんと止めてえな。止められん。ああ、そうか。これだけ頼んで止めてもらえんにやったら、こんな情けないことはないわ。もうこの世に何の未練もない。面なしゃあないな。何をつね、お前とこの表で首をつる。お前はてるてる坊主か。ようそんな縁起のあること抜かすで。はあ、はあ、この親じじになっとんな。よし、宿せん高いこと言ってびっくりさせたのか。おっさん、そこまで言うんやったら止めてやるけどな。うち宿せん高いぞ。ああ、高いのは承知や。聞いて驚くな。これだけじゃ。おお、指一本出したところを見るところは相当高いな。高いぞ。1万両か。頭噛んだろか、このおっさん。どこぞの世界に1万両ってなやつがあんのかい。ずっとしたや。ほな、1文か。間を飛ばすな、間を。1両じゃ。1両と言うたら、どれぐらいの値打ちがあるかと言いますとね、昔は仕官相場に米8頭、仕官1両あった米が80升かい。これを文に直すとなんと4000文。3文あったら下駄が2足買えた。2足3文。これあんまり当てない。その頃、千両貯まったら、千両武芸者と呼ばれて、長者番付に名前が載ったんですよ。千両貯まると、自分の家の屋根にこの小さな神輿のようなものを飾るんです。これをうだつとこう。税金の税みたいな字を書いてうだつ。千両貯まったらこのうだつというのを屋根の上にあげる。これが現在まで続いて貧乏してる人のことをうだつのあがらんやつやつのこっから来てる。これ聞いただけでもこの話の値打ちは。その当時、奉公人が一生懸命働いて、1年間もこれ以上働くやつはおらんってぐらい働いて、1年でもらうお金が2両から2両2分、まあ4分で1両ですからね、2.5 両。そんですから、もう1両というと莫大な金額。今の金額に直して、ざっと計算しただけでも、これはまた今度言うことにして。ともかく大金ですね。この金の高を聞いておじいさん、びっくりして飛んで帰るかと思ったらニコッと笑って、一両か、たったの。水戸黄門みたいな笑い方しやがったな。たったの手前持ってんのか。金というのは馬に食わすためのもんやね。人間が使うためにあんねん。さあ、先銭払うといたら、取り、早取らんかい。取れちゅう。おかしいな。どっから見ても、定額所得者にしか見えんねんけどな。こらひょっとしたらそういう会の理事長かもわからんな。おっさん、金払ったさかい止めてやるけどもな、組むな何もでけへんぞ。ああ、一晩ぐらい食わんほうが胃が丈夫になる。なんだというな、しかし。おたけ、あの部屋へ連れて行け。あの部屋というのは、徹子の部屋ではございません。宿屋さんにもランクがあってね。一番高いのが松の間、竹の間、梅の間、板の間。それよりまだひどい。物置に使って6畳の小部屋で、お客さんえらい汚いとこですけど、どうぞここでご辛抱。ああ、どこでもかめへん。と言いたいところやが、
汚い部屋やな。畳はボロボロ、障子破る、うわっ、あら、蜘蛛の巣ぶら下がったる。中はのみの運動会、あらら、一匹逃げよった。飲み逃げかってわけのわからん。昔あの飲みのサーカスというのは実際あったんやそうですね。我々の大先輩が仕事がないんで部屋でゴロッと横になってる飲みがピョンピョンピョン、こいつを仕込んだらひょっとしたらお金儲けができる、大儲けができるかもわからんちゅうで、一生懸命仕込んだら1年経ったらなんと1年目に飲みが言うこと聞くなと、これはありがたい。飲みをこう瓶に詰めまして、マイワイヤーちゅんで小町なレストランやってまいりまして、そうや、あのボーイにこの飲みの曲芸見してびっくりされたのか、おい飲み頑張れよ、お前の初舞台やぞ、あボーイさん実はこの飲みがねと言うたったに、あこれは失礼しました、プチン。何のための一年はわからなんだと。姉さん、ここに2部あるさかいな、酒一升と湯飲み一つ持ってきて、魚いらん、釣りはあんたにあげろ。まあ見かけによらえれお客さんやわ、どうもありがとう存じます。もう女中さんニコニコ顔で大喜びで下へ降りてしまいます。さてこの後へやってまいりましたのがこの物語の主人公、飛騨高山に住んでるあの名人左甚五郎さん。もう有名な人やのに着てる着物ボロボロやち、この着物に名前がついた東海道。なんで東海道、あっちこっち継ぎはぎだらけで53と言いやった。東海道53、さっきの老人と同じように縦札ばじーっと見てたかと思うと、何を抜かすにやぜや風情がくそらないきな、よしこうなったらぐじゃ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 言って無理から止まってこましたろ。はいこんばんは、かしな日やな今日は。どこぞで定額所得者の寄り合いでもあんのかいな。へえ、いらっしゃい。表の立て札じっくり三遍見てきたやが止めてもらえんか。喧嘩売っとなこいつは。三遍も見てきたら入ってこいでもやないかい。どういうわけで止められるのか一遍そのわけ言え。偉そうに言うな偉そう。わけはこう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 いうわけや。あなるほど、おわりの殿さんが止まるさかいわしらは止められん、そういうこっちゃ。ああそら無理ないわ、そんな忙しいとこへ来て止めてくれちな、こっちがあり。万端えらいすまなんだな、また今度暇な時にゆっくりをしてもらうわ、その手が機嫌よう止めてやさいならごめんちゅってわしはよう帰らんわ。お前性格歪んでんのかお前は。もう忙しいねな、頼む頼むさかい帰って、そこをなんとか止めてもらえんか、あかんちゅうてるやろ。ああそうか、これだけ頼んで止めてもらえんねやったらこんな情けないことはない、もうこの世に何の未練もない、面なしゃあん。お前ら親子か、お前ら親子やったらこっち来いや、もうごちゃごちゃ言わんと、一両出せ一両、おたけ先のおさんとこ連れてきて、息子が来ましたちゅうて、お客さんどうぞこちらへ、えらい狭いとこですけどどうぞここでご辛抱。ああ、どこでもかめ、姉さんここにな2部あるさかい、酒一升と湯飲み一つ持ってきて、魚いらん、釣りはあんたにあげる。まあ親子や言うこと同じや。女中さんが持ってやがった一升どっこり、受け取った甚五郎がさてどこで飲もうかいなと中を覗くと、この汚い格好したこのおじいさんが向こう向いて一人でこうちびちび飲んどる。普通でしたらお邪魔しますとか excuse me とか言うんですが、この甚五郎いたって変わりもん、黙って入っていくなり背中合わせにピタッと座りよって。おじいさん背中長あったたもんで何かいなと思って後ろ振り向くと、若いやつが同じような格好でちびちび飲んどる。向かってきて、なんじゃこのクソガキは、後から来やがって、お邪魔しますと一言ぐらい抜かしゃん、興味の若いやつは礼を知らん。こんなクソガキに物言うのは青らしいわ、俺はこんなやつとは金輪際物言わん。おじいさん物言わんと怒ってしまう。甚五郎は甚五郎で、なんやこのクソ親父、初めに来てんやったらお先でございますと一言ぐらい抜かしゃん、興味の年寄りは礼儀を知らん、俺はこんなやつとは絶対物言わん、こいつも物言わん。
二人が黙ってしばらくちびちび飲んでたんですが、あの酒飲みちな相手が欲しいね。おじいさんも、おい若いの一杯飲まんかとこう言いたいねんけども、最初に物言わんと心に決めてるさが、今更物言うたら負けたやね気になる。何をしたかというと、持ってた湯飲みを後ろへぐーっとこう突き出しよう。背中合わせに座ってるさ、ジゴロの顔に向けてほいと湯飲みが出た。はあはあ、いっぱい飲めちゅとんねんな。黙って出しゃがったさかい、黙って受け取ったろ。ジゴロが掴むと、おじさん肩越しにとっくりとくとくとく、ジゴロをクッと飲んでパッと返すと、おじさんカッと、ほんなジゴロがとくと、こんな変わった飲み方見たことない。二人が一生ずつペロッと平らげよって、さて寝ようと思ったんですが、一両という大金取られてるわんには、まあ待遇の悪いことに布団が一組しかない。抱きついて寝るわけにいかん、両からこう頭出してね、あのトランプのキングみたいな格好で、そのまま朝までぐーっと寝てしまいますと、朝方名古屋の殿様がやってまいりまして、この話は終わり。朝方名古屋の殿さんがやってきて、この話は終わり。朝方ね。夜中そうは参りません。お年寄りはトイレが近い。夜中にムクムクっと起き上がんなり、下よりて用を足して手を洗いながら何の気なしに前を見ると、離れの座敷が目に入った。百目ろうそく高校と輝いて昼間みたいに明るい。あれが殿さんの泊まる部屋か。一遍目の正月させてもらおう。便所の草履履いたまま離れ座敷やってきよって、シュッと開け、うわーなるほど立派なもんやな、さすが殿さんの泊まる部屋や、見事やな。そうや、わしと尾張の殿さん、まんざら知らん中でもなし。お気土産に何ぞ買いといたろ。辺りを見渡しますと、床の間に炭が入ったすり鉢、明日殿さんいたらサインしてもらおうちゅんで、いっぱい吸って貯めてやる。横にはかぶら筆から小筆、陰肉まで一通り揃った。どこへ書こう。お目に飛び込んでまいりましたのが、宿屋の親父がこの日のために300両かけてこしらえたという6枚通の金票。うん、これがよかろう。かぶら筆に墨たっぷり含まして、しばらくこの六枚通の金屏風をじーっと睨んでたかと思いますと、やがて、えいという気合とともに、左から2本、右から1本、3本の竹にあっという間に千羽の雀をかき上げた。六枚通の屏風に千羽の雀かいた高い真っ黒けや。白いとこが一つもない。まあこれ知らんもんが見たら、ただ単に墨盗くっただけや。とら絵心のあるま見ると、思わず知らずゾクッとするがいい見事な出来栄え。まあ芸術にはそういうもんでんな。私ね、いまだにわからんのがのピカソ。私の先輩が、その古典のね、館長が友達だから行こう。この館長便秘気味の方でね、館長便秘の館長がね、説明してくれやん。さっぱりわからん、全然わからん。先輩へ顔して、いやーすごいな、さすがやな、ピカソは日本一や。あれ日本一でか、あれ芸術が王にそういうもんで、おじいさん小筆を取ると小さく下の方にこう名前を書いた。この書かれた名前の人物というのが、これが皆様ご存知のあの有名な日本一の、これはまた後で言うことにして。我ながら用をかけたと、二足見足後ろ下がったに、ついうっかり炭の入ったすり鉢をバーンと蹴った。あーあー、えらいことした。皿の畳炭だらけや。えらい苦労させてすみません。シャレ言うてる場合や。はよ帰って寝よ。部屋へ帰ってくると、甚五郎一人になったもやさかいに、大の字になってガーッ、若い朝よう寝るわいとこぼやきながら、おじいさん草履履いたまま
隅の方からそーっと足入れて、ああくたびれたって思いっきり背伸びして、この足が人間の股ぐらバーン、びっくりして目覚まして股に手を入れたら、にちゃハッとして手を見ると真っ黒け、何をさらすねこのクソ親父、草履履いたまま寝てけつかん、いったー、腹へめり込んだかと思ったわな。おうおう、人の股ぐらなすびかたどみたいにしやがって、手洗ってこ、手を洗いながらほっと前を見ると、また離れの座敷が目に入った。あれが殿さんの泊まる部屋か、一遍目のクリスマスさせてもらう。さっきしょがってこうクリスマスや言うて、部屋の戸表情はシューッとこう開けますと、うわっ、畳真っ黒けや、あの親父の仕業、どくなことさらさんで、ほんまにもう何をすんねん、あの、おっ、なんと見事な絵やな、あの親父かっきょってん、何も、えらい親父と相部屋になってしもた。あれが旅に出たまま行方不明になって死んだと思われた日本一の絵師、加納信親探幽祭、加納の親父やん、またぐらい蹴られて傷でもついたら加納するとこや。こらわしより役者が一枚上や、またぐら蹴られて文句言えん、しかしなんでこんな見事な絵か、そうか、あの親父と尾張の殿さん友達や、こうなったら俺も考えないかんな、わしも尾張の殿さんまんざら知らんわけでもなし、うん、なんぞほらんことには付き合いが悪い、肌身離さず持っておりました師匠譲りの大飲みと小飲みで、南天の徳橋の下から一尺のところへグリグリグリと穴開けて、あっという間に大黒さんを掘り上げた。名人はあっという間に作品を残す、我々はあっという間に借金を残す。これだけのものほっといたらあの絵に負けません。しかし宿屋のやつ、朝起きたら怒るやろな、畳真っ黒け、屏風墨だらけ、床柱穴開いた、知らんで知らんで知らんで知らん、早いこと逃げてくましたろ。帰ってくると今度はおじいさんしわしわの太い鳥になって、ガーッ、おさん早起き、一緒に逃げようと思ったんですが、初めに物言わんと決めてるさかい、今さら物言うのもバカバカしい、おっさんわしだけ逃げさせてもらうわ、お前捕まってな、ゆっくり後で殴ってもらえ。悪いやっちゃ、日頃自分の荷物だけ取ると裏庭からさーっと持てて走る走る、500メートル走ったところで後ろの方からバタ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 って人の足音、しもだ、もう宿屋のやつ追いかけてきよったんかと見ると、さっきのおっさんが杖つりで荷物持ってブワーおっさんお前も来たんか、お若いの待っててくれたんか、とも何とも言わんと二人肩並べて、ひょー千の風になって風とともに去りぬ。おたけ今日は忙しいね、早起こして帰らせ、もう誰もおりまへんで。うらん、なおたかい、一両ずつ踏んだくっといて、あの扱いや、朝きっしり文句とらら食うっとって、せんおらへんの、ほらおかしい、なんぞしとるで、それは布団は畳んである、中濡れてへんか、ほらおかしい、なんぞしとるで、それはバンと発揮した、身元で大きな声だ、びっくりする、ちょっと離れの座敷に来とくな、番頭が離れの座敷を開けんなり、あーあーあーあああ、ただいまマイクのテスト中だ、あんたがあり止めたらいかんというのに止めるから、こういうことになる、まだ遠くへは行くべ、早は遠いかけなれ、心得ました。宿屋の若いもん先頭に、宿屋の若いもん番頭先頭に、宿屋の若いもん転でウェーと後を追いかけます。甚五郎と加納の親父、走り疲れたもんやさかいに、道のそばの大きな石にどっかと腰を合い、相も変わらずペタッと背中合わせ座って、物も言わんと二人がタバコをプカープカ、この頃タバコを吸う人少なくなりましたね、あの禁煙を進める会っちゅうのがあって、そこへタバコやめたがってる人がやってくる、2時間ほど講義聞いて、
あーすがすがしい気持ちになったらって思ってね、ないとりあえず一服何にもならん。これ見るなりこの秋で連れて帰った演習や踏んだり蹴ったり松の寝方にがんじがらめに縛り上げた。こうしておいて畳替え、金屏風はそのまま床柱に髪振ってほっと一息心地ついてると思ったら、下に徳川御三家の筆頭割子をやってまいります。お次になりますとすぐに離れの座敷にやってまいりまして、一番最初にお目に留まりましたのが金屏風に書かれた千羽の雀。これ見て殿さんブルッとおろた。ちょうどあの寒い時におしっこした後みたいな。なんと見事なチーチーパッパ。これぞまさしく狩野探幽描きし筆の跡。まだ墨跡が新しい。近くにいるなら会いたいものじゃなと床柱見と紙貼った。こんなところに紙などめくってみると中から新たなニコッと新たな大黒さんの透かし彫り。これ見て殿さんブルブルのダブル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 。あちら可能でこら甚五郎、いずれあやめかかけつばた、うん、弱いたいぞ、亭主、亭主はおらんか、亭主、えらいことになった、いたずらばれたんや、こうなった謝りかけ、まことに申し訳ございます、決して止めることはできないと、何度も断りました、無理やり断った、定額所得者の親子、このようないたずらをいたし、黙れ。千両万両の金積んで金の扇で招いたところで、歩が向かなければ作ってくれない、書いてくれない名人の作を、そくたらたら何事じゃ、えらおかしな声になって、あのお殿様、あの二人は何さんで、お稲荷さんみたいに言うな、知らなければ教えてやろう、日本一の絵師加納信親探幽斎、日本一の棟梁甚五郎利勝の二人じゃ。ありゃー、そんなお方とはつゆ知らず、あの二人はいかがいたした、松の寝方に縛り上げたわけ、おみゃあさま何ちゅうことするぞ、なもん終わりこいっぺんなもやめになってる。すぐに縄を解いてまいり、亭主教えてやるが、甚五郎も探幽も生まれついての変わり者、縄かけるときは簡単じゃが、ほどくときは難しいぞ、無事に縄が解ければそれでよし、もしも解けないそのときは一家親類晒し首を。顔色変えて裏にはやってまいりますと、二人がちょうどこっくりこっくり居眠りの真っ最中、閉めたとばかり宿屋の親父がこの縄解こうとすると、最初に目覚ました加納の親父で、これ何をすんねん、人が機嫌をくぐられてね、わしはくぐられたり叩かれるの好きやねん、こんなしといて何縄解かなんだな、お前の首が飛ぶ。心配すな、秋になったらまた入る、まったくよ。どうかお縄、あかんあかんっつってるやろ、どうしても解きたい、どうしてもほどきたかったら江戸まで行って将軍さん呼んどいて、せやなかったらちょっとやそっとでこの縄解かせんぞ、そうやないかな、若いのた甚五郎が、ああそうやそうや、ここで二人が初めて口を聞いたの。終わりこう笑いながら、両名を知らぬことじゃで許してやれ、御自ら縄を解かれまして、三人が思い出話に花を咲かします。喜んだやでやらし、よかったよかった、さらしこ八つ墓みんなんでなっとけって、ああよかった、これも皆すべて終わりの殿様のおかげじゃ、今日はな番頭、終わり名物きしめんでも出してごちそうしようか。いやー、旦さん、きしめんはやめときま、そうかい、今度こそ手打ちになります。よくせらっしゃいました、ありがとうございます。なんせもう久しぶりの大阪でね、ドキドキしてまんにゃ。なんせ東京の寄席は7、8人の前でやってるもんですからね、この頃学校寄席というのが東京大阪にかかわらず全国的になっていた。なんでこのそんなにね学校寄席の流行り出したかというと、高校の教科書に小褒めという落語ね、我々前座の頃習った、小褒め、あれが教科書に載ってたの。いらんことせにゃいない。
朝の早から高校生相手に脱毛しに行きました高校生に脱毛分かるはずがない、大人でも分からない人がいてで、私の場合は東京を今行ってますんで、東京の話家さんと行ったんです。東京のまあ近辺の千葉とか埼玉とか群馬、東京の落語家ってうまいですよ、慣れてますよ、分かりやすく説明するんです。いわゆるあのアホに物言うよハッさん、クマさん、ご隠居さん、人のいいのがジンベエさん、バカで与太郎なんてことを申しまして、こんな分かりやすいで、その高校生がバカで与太郎だったことで初めてウェッと割る。今までシンとした与太郎か、こっちがね、バカだね、本当にバカ、与太郎バカ、ウェッ。後で聞いたらそこの校長の名前が与太郎や二度と来てくれんなって言われたと。まあこれからの高齢化社会に向かいますと、一番注目されるのが我々落語家という商売。これよろしですせ、我々出てきた仲間がよう言うてましたろ、70になっても80になってもやれる。要はそこからここまで歩くだけの距離それだけの距離やからね、これ。おまけにこんなふかふかの座布団、これ70以上の話し家にはここに剣山仕込むかよってやつだ逆に足のツボを刺激して長生きしてないこれはまあ却下されたんですが、皆さんでも今からでも遅くないんですよね。これから転職考えてる方、また定年になってからでも遅くないんです。門戸は開かれてる。その代わりね、この一番肝心なのは師匠を選ぶ、これは我々の選択権があるんです。これが難しい。これを一つ間違うとえらい目に遭います。いっぺん間違ったらもうそれで出世の運が立たれるわけやから。私入門したのは昭和40年代なんです。もう古い話ですが、その時にね、今話か大阪178人いてるんですか。でもその当時は20人ぐらいやったんです。で、まあ、もうだったメンバーと申しますと、6代目松鶴師匠ね、それから米朝師匠ね、春団治師匠、文枝師匠、その当時は古文枝って言われました。でそういう師匠、その中で一番恐ろしい顔してたんが初閣なんです。ちょうど秋田の生ハゲみたいな師匠の家の前全部 U ターンして、みんな他の師匠とこ行くんです。私もその後ついていくかな。うちの母親がいらんこと言うと、青やなお前は、なんてね、昔からよう言うやないかい、顔の怖い人は心が優しい。あ、これは初学しかないなとでスッと入門しましてね、騙されましたうちの師匠顔と心揃えでしたちょっとしたことで殴るんです。師匠という字は無理変に原骨と書くというんですってね。よう殴られましたで、ちょっとしたこと、些細なこと、師匠の着物の畳み方が悪いと言うては殴られね、師匠の茶碗割ったと言うては殴られ、師匠の奥さん口説いたというとは殴られちょっとしたことで殴るんですおまけにえらい貧乏でしたで、ほんまにその師匠の中で一番貧しい話家ですわ。でね、後に紫綬褒章という国からもろたんです。ミニ文化勲章、立派な賞。この時に30年間市民税貯めたがバレて取り消しになりましたよ、ね後でローンで払ってなんとかもろたんやそうですが、貧乏ですよ。だからね、門座という寄席がそれうちの署のホームグラウンドで、1日から10日、まあ1日をこれ初日と言いますが、10日間でも楽日とか千秋楽とこういうふうに言うんです。でその1日の日にいわゆる10日間のギャラをまとめてくれるわけですよ、初日の日に。それを目当てに飲み屋さんが集金に来るわけです。でうちの師匠一切払いまへんで、そういうのも嫌いな人やからね借金というものは貸した方が悪いと考える人やから、ほな飲み屋さんもとうとう頭よくて怖い兄ちゃんを連れてきまん。怖い兄ちゃんこうすごいまん、なんぼすのもとね、顔は初書くのが怖いねな、1日初日というのは芸人が10日間の舞台をこれからどうしようかいろいろ考えとんまとめるため、集金は初日に行くな、2日目に来いって来ない。その怖い兄ちゃんもいらっしゃい、あくる日定数でプリンかなんか土産に持ってきて初期命令すめんでした、言われた通り2日目でさかい集金に行きまして、お願いします。ふなうちの人が
初日に払えるのが2日目に払えるかい。むちゃくちゃやねんあれは。その怖い兄ちゃんどうとも泣きながら歩いて帰りました。そういう師匠ですからね、私絶対売れないと思った。この師匠はこのままで終わる人だなと思った。ところが偉いもんでんな、ある放送局のテレビのドラマ、西郷輝彦さん主演だ、ドテライや、これのね準主役の将軍さんっていうの選ばれた。これ視聴率が上がって全国的にバッと名前が売れた。偉い芸人は長いことやらなきゃいけまへんな。増えますぜ、長いことやってると。昔から言いましたろ、電気の玉でも切れる前に明るなる。売れた途端にうちの師匠が車が欲しい、車買うほどのギャラもろってない、車こうたおかげで家ん中日の車。でその当時ね、あの家族揃って歌合戦っていう番組結構あったんですよね。あのこうみんなでこう出るやつね、話し方大会行ったらね、優勝がハワイ旅行、これはまあトレンド、我々は歌えるんですよ結構我々は。でもうちの師匠あれ下手ですからね。で準優勝がグラム登録で、3位に折りたたみの自転車というのがあった。これに目をつけたのが初覚師匠。自転車欲しい。ディレクター脅したんか司会者を脅迫したんか知らんけど、折りたたみの自転車を内緒で裏から手まして手に入れた。奥さん電話しまよ、こんで、あもしもしわしや、今な自転車もろたんやで。奥さんよかったね、今あんたの車盗まれたんや。裏から車はそろくなことない言うてた。うちの師匠ぐらいなもんでんな、盗まれた車にはねられたっちゅうのは。はねられたって言おうとたよ、バッとするとああ言うてドンこけて、弟子が見て「大丈夫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 震えてます、うんむしゃぶ、足から血が出てます、足から血が出るうちな生きてる」大丈夫、今まで何連発中玉の下をくぐっていて、まあ確かにパチンコは好きでしたけどね、戦争には行ってないと思うんですが。で仕事はどん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 増えてきた。九州の方に私ついていきましたよね。ほんでうちの師匠看板、大体大阪ってなんで鳥は音楽賞か漫才なんで、その時たまたま昇格がダーン看板で行って、でもう超うまいんですよ、トップからもうワンワン受けさせていて、うちの師匠の時だけこそっとも笑う。お客さんはこう田舎の人ですが恐怖感感じたんでしょうかね。で不機嫌な顔で降りてきた、我々そういう時は絶対逆らえないですからね。その代わりその関係者の人がまたいらんこと言うて、師匠拙者ですね、師匠の中うまいおもろいっちゅう話を聞いて高い金払ってまんねん、噂ほどやおまへんなとこないよ。うちの人が怖い顔してたった一言、名物にうまいものなし。すごい人やなと思いました。で晩年ね、あのだん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 とあの舌がもつれてまいり、高血圧、持病です、高血圧。あれ評論家ってうまいこと書きます、もつれたとは書かないですね、個性的な語り口とかね、私どう考えてもつれてるというか、だんだん年って頑固になってきましてな。ある時マジックインキ行こうとね、絶対下がろうと、うちの師匠は自分が法律ですから、あのカラスの色は白と言うたらわしが白やったら白と言えって言って、マジックインキ行こうってこいと、師匠何色ですか、青いマジックインキ覚えてくれよ。青ですね、わかります、青のマジックインク、皆さん想像してみとくな、あれしかおまへんわな。でその皆さんの想像してる青いマジックインクを師匠これですかって、うちの師匠怖い顔して青や言うって。こらお前空いるやん、おめでおい、私は青色いから空いるだと思ったからね。ああこれはひょっとしたら年寄りやからコント間違うてる、聞かせて今色こうで師匠これですか、今度手震えてます、青えや言うて。何べん言うたわ。これはお前空
空色の濃いやつじゃないか。もめてこい。私も青色ってどんなやら分からない。でも文具屋入ったらまた親切な人ですわ。あとだけのマジック演技みんな持ってきなる。24色ぐらい。一つ前、こんなから選んでおく。目に涙浮かべてはお前、学校行ってんのか。青のあれ、青ちなこれやって掴んだが緑です。その時初めて一緒に下がる。それは青とは言いません、緑とかグリーンって言いません。うちの島が下がっとんねん。信号機見てみ、これが青やないか。すさまじい人やな、もう今。動物が好きなんです、動物が。犬3匹、これ皆我々が保留せないかん。それだけでも手間かかんのに急患兆候でちゃんとしたペットショップで買やええで。バーゲンの急患兆候そんなもん青に決まったの。ほんでうちの師匠の口癖がね、弟子が電話取るじゃん、はいはいって言うたら、誰や、教官ってもこの誰やっちゅう言葉しか言えへん。たまたま皆がまあね、暇やって、まあ、奥さんと一緒に弟子が買い物行って、うちの師匠がまあ一人でおってね、でヘビースモーカーでもちろんタバコ切れたので、表買いに行きゃ入り口開けっぱなし、取られるもんないもないからね。でそこで酒屋さんがスッと入って、こんにちはって中間長が、誰や。酒屋です。誰や。酒屋です。誰や。帰ってその酒屋、そこ行ってうちのおってもらえ、すごいうちの人が帰ってきて、倒れてる男見て、誰や。ほな旧館長が酒屋です、これは嘘です。何なんだよと言えるわけ。いろんなことをうちの人に教えてもらいましたですがね、え師匠にたった一言言われたのは、天狗になったらいかんぞよと。人間はおごったらいかん、おごるということはいかんこと、これはよう言われますわな。おごる平家は久しからね、えよう申します。あれだけ流星映画を極めておりました平家が源氏に攻められまして、うわーと壇ノ浦の合戦に敗れ、ことごとく再会の木図と消え去りましたのが西暦1185年元暦2年3月の24日給料日前。もう一日待ったら給料もらえた。その時の源氏の総大将が皆様よくご存知の源の頼朝、我々よう言いましたろ、皆様よくご存知のと。よくご存じだったら別に言わいでもええねんけどね、これは皆さん方を持ち上げてるわけ。皆さん方のプライドを傷つけんようにしてる。ほんまはあんたら知らんやこんな教えたのか。腹の中では思ってるわけでございますよ、他の話家は。私はそんなこと思ってしまいあんまり他の話家の悪口言うとね、楽屋へ帰って壮絶ないじめにおった怖いんでやめときますが、鎌倉に幕府開いた、これ知ってありますか。いい国作ろう鎌倉幕府、覚えときなあれや。いい国作ろう鎌倉幕府、1192年孫とか子供に聞かれたらスッと答えて、いやってこう株上がります。いい国作ろう鎌倉幕府、1192年。私友達に教えたった町本親、良い国作ろう鎌倉幕府、4190年。バカ持った年がそこにある。お父さんという方が源義朝という方なんですね。で保元平治の乱という有名な戦い、その平治の乱に敗れたんで、お父さんともう共々羽織食うて、この頼朝伊豆で流されて20年間伊豆で暮らしてたんです。伊豆で踊り子と遊んでたんです。そこへやってまいりまして、しつこく平家討伐を呼びかけ、ついに兵を挙げさしましたのが文学商人。これ文に覚えると書いて文学って、商人っていうのはね、お坊さんのこと言いなんてね、日蓮商人、親鸞商人、ベニスの商人。
頼朝も最初も嫌がってて、今更そんな兵あげてね、せめて勝てるか負けるかわからんな、めんどくさい。ところが文学商人切り札としてお父様の源義朝の頭蓋骨をそれへすっと出して、さぞお父上は無念でございましたでしょう。それ見るなり頼朝が、うん、骨のあるやつ。洒落ておりますな。洒落神戸どこまで行くの。でもなんか見たらお父さんのちっこかったらしいな。疑問に思ったよりどうも父上のにしたちょっと小さいと文学商人答えていわく、それはお父様の子供の頃のもの。洒落たものさんおったでしょ。昔はこういう風に、その政治を左右するという偉い坊さんが多かったんですって。古くは湯気の道教、天外僧侶、ロシアに参りますと海藻ラスプーチン。こんなからの坊さんみんなね、庶民的でね、あるお寺の境内で記念撮影やったんですよ。ハイポーズ言うた坊さんがスーッと入ってて V サイン出してます。はい、何してまんの。後で聞いたらハイポーズとハイ坊主を間違えた。これようありまんねんってね。我々の先輩の話家さんが、あのこともあろうに孫を連れてお通夜に行って、お通夜に孫なんか連れてったらいかんがな。でお通夜ってのはシーンとして陰気で、まあ中には泣いてる人もいてる。で孫がこのああいうの分からんからこうちょろちょろするんですね。まあ自分の思った、特にこの孫が B 型の孫マジですもん、まあ、これならほっといたってよかったんですが、こともあろうに坊さんのお経に合わせてこの孫が踊り出しました。これはおじいちゃんとしては格好つかん。ええ、坊さんがお経をあげてる時におじいちゃん孫に向かってこない言うて、こら坊主静かにせえ。坊さんがお経をあげてる時に坊主静かにせえやね。坊さんくるっと振り向いて、すんまいもうすぐ終わります。坊さん驚かして唱えてみて。文学さんっていうのはそんな生優しい坊さんではございます。荒法師修験者、何でも伝説によりますと呪文でもって空飛んでる鳥をバタ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 落としたと申します。呪文でもって鳥を落としたこのまま行けば立派な焼き鳥屋になってたんですね。世の中そう甘いか。19歳の時に出家をいたしまして、和歌山の那智山にこもること千日、冬の寒い時は首まで滝壺に浸かって呪文を取れ、また夏の暑い時には素っ裸でもって竹やぶで暮らしながら呪文を唱えた。坊主が病風に。これ嘘やと思い出したらいっぺんね、竹やぶで夏裸で暮らしてみな。何が出てくるやか。ヘビカエル、ムカデケジケ、毛虫、水虫、茶碗。夏ですからどんどん手が抜けない。緊張の日本の夏緊張の。そういう血のにじむような修行をいたしまして、後には京都の高尾山、もみじの名所ね、あそこに神保寺というお寺があるんですが、これは脇の清丸という人が建てたやつをその京都に移した。ところがこれが見るもんがなくボロボロ、これをなんとか修復再興せねばならん。文学商人そこら駆けずり回って上層部と揉めて、生意気なやつやっつんで追放されて湯勢流される。そして頼朝を担ぎ出して平家討伐を企むという坊さんですから根性が座っております。それもそな、この方は本名遠藤盛遠と申しまして、北面の武士、同僚に平の清盛、後の歌の名人西行法師なんかがおったと申します。北面の武士大の SP 警護隊ね、いわゆるエリートですわ。エリートの侍、エリートの侍がなんで仏門に入った、これにはそれ相当の訳が。友達が聞いて、おい森戸、お前なんで仏門に入ったんや。森戸が一言、ほっとけ。まあ東京行ってもこの程度ですわ。
本当はある女性に心を奪われた。気ぃつけなはれや。昔も今も女性のために身を誤る男多いぞよ。女性というのはええもんやけど、なんであれ悪口言われまんのかな。昔から犯罪の陰に女、漫才の後に話か。とかく女というものは怒りゃ膨れて叩きゃなく、殺せば夜中に負けてる。それ私が言うてんねや、お前。昔の人が言うてん。もうかる人はあの世言ってもらわないしゃあね。森藤が心動かされましたのが、これが袈裟御前という絶世の美女、ええ女。平家物語のあの辺に時代によう出てきまんな。木曽の義仲の、重いものが巴御前、義経の愛人が静御前、袈裟御前、べっぴん美人ばっかり。これ美人とかべっぴんって話しかないとあんまり感じんので、講釈流に申しますと、社用のまなじり短歌の唇、珍魚落眼変越習慣の装い、ひとたび笑えば国を傾けました、怒ればあっきげども退散をいたし、足の七草ものどんめしなされかかる縁の花、縁起にしてそっさり、かれんにして有権なり、チョコまかしてよいチョコなり。何のこっちゃ分かりまんやろ。もっと分かりやすい言いますとね、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿が百合の花、しなだれかかる藤の花、一変したから月見そうって言われて。他の花では具合悪いですよ。立てば鬼より、座れば毒ダミ。歩く姿が鳥かぶと。しなだれかかるボケの花だみたいな。どこで知り合ったかというと、高貴なお方のより集まり、まあハイソサイティブルジュアのパーティーですね。そこで森藤がたくさんの中から美女を見つけたんで目が合うて、その時に森藤がニコリと微笑む、それに合わせて袈裟御前がニコリニコリニコリでしこりがある。女の人多いんでちょっと言うときますけど、男の心理を、あのね、男っちなね、女の人のこうね、興味ないないやつ言ってました。俺は女になんか興味はない、あれ嘘、もうほとんどもう年でも興味でね、どういう興味持ってるの。女の人が自分の視界にスッと入ってくるし、視野にね。ほんならね、10点満点でね、頭の中で採点する能力を備えてる。これを条件反射、パブロフの犬とこう思う。女の子見た瞬間に、まあまあやな、6点、おええー、な8点、3点やてな。この間震災橋あるって、綺麗な、あんなべっぴん見たことないわ。頭のてっぺんからつま先でも言うことや。これは10点満点やなと思って思わず見とれましたら、その女性が私の方をちらっと見て、2点。どっちだろうかしら。さあこうなりますと、寝ては夢、起きてはうつつ、幻の煩悩の犬、おえども、さらずとかや菩提の鹿、まねけども来たら、夜ごとに積もるこの思い、なんとか素性を手の内の門に調べさしますと、これが世間狭い、おばの娘、いとこやった。そうだ、子供の自分に唾つけときゃよかったと思った。でもその時はもう後の祭り、今や、源渡るという人の人妻に惚れてしもて、普通ならスパーンと諦めねえけど、エリートというのは挫折知らんでしょ。今までさーっと来てるね、エリートの性格と亡くなった私の師匠六代目諸葛とは同じ性格。どういう性格。人に厳しく自分に優しい。とうとう片思いがこう言って袈裟御前積み寄った。こりゃ袈裟、おとなしく我が思いを叶えさせ、さもなくばその方の母親は殺し、自らは腹かっさばいて死ぬかも、どうじゃ。不適切なる関係を迫ったわけでございます。さてここで問題でございます。母親の命と引き換えに不倫を強要されました袈裟御前は、果たしてどのように対処したでありましょうか。次の3つの中からございます。その1、定女両部にまみえず、頑として首を縦に振らなかった、嫌でございます。その2、まあ一回ぐらいやった。黙っときゃ分かれへんねし、まあええやろ、どうぞと。その3、お互いに妥協を話し合った、半分だけ譲歩、半分ずつ譲るやない。つまり袈裟御前は
体を与えずにキスだけで勘弁してもろて、その代わりお母さんは殺さずに半殺しにしてもろて。さあこの3つのうちどれでしょうか。正解者多数の場合は抽選でお一人で4泊6日のハワイ旅行へ行く人を見送っていただきます。残念ながらこの中に正解はございません。今朝午前はこのように答えました。私は夫のある身でございます。いっそのこと夫を亡き者さすればあなた様の御心に沿いましょうほどに、今晩安の金を合図に当屋敷に忍び込み、あずまいり二つ目が夫の寝所にございます。先にわし休ませておきますゆえ、洗い髪を頼りに夫をお討ちくださいませ。なんちゅう悪いよ。やじゃ鬼悪魔エクソシストオーメン、本当は自分がその身代わりに寝て殺されよという話。そうするとね、お母さんの命は助かる、夫に不貞を働いたことになら、森藤の肝一石三鳥、まさに定女の鏡、これぞ大和なでしこ面のしこしこ。今の女性悪いけど、あの赤い人ってなんか世当たり前でしょ。楽して世の中、世の中渡らず女子大生持ってるお父さん大変やそう、夜遊びがついて、こら毎晩毎晩夜遊びしやがって、お前女子大生に見てやるなら、お前ひょっとして男でけたんと違うやろな。え、男でけたんか、何も分かるかいな、産んでみんことには。お父さん3日ほど寝込んだわ。男弱なったやね、この頃ね。あの新婚旅行でしくじった話家の本ね、結婚して自分のもんにしたったに、こういうこと聞いたアホが、お前な、俺の前に何人男知ってる。これは聞いてはいかん。嫁はんぷいっと横向いてしもったら、今度は男へ、ごめんかねもうそんな青の服着けんな、怒らんとこっち見て頼むわよって、嫁はし、今何人か数えてんねやあんたの意味もおかしい。さてその夜、八つの鐘と申しますと午前2時のことを申し、9つが0時で、八つが2時で、7つが4時、こういうのはまあ時うどんというのはもう出てまいりますので聞いてもらいましょう。午前2時の鐘を合図に森藤が屋敷に忍び込んだ。あら、バブルが弾けてないから広い屋敷ですよね。えビャーッとあっちこっちにこう植え込みがある。そこをば森藤が進んでいきますと、潜水に突き当たった。潜水ですよ、そのこの広さが潜水が泉です。森藤が進んでいくと泉に突き当たった。森藤泉に静かに眠るブルースだと教えられました。部屋の前までやってまいりまして、静かに戸をスッと開けますと、中はもう真っ暗闇、抜き足差し足忍び足、洗い髪手書きここととか、肩を抜き離しますとズバッ切り落とした首は小脇に抱えまして、タタ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 と思って出て、月明かりにかざしてて、ああ、これがなんと源和さんの首と思いきや、愛しい恋しい今朝午前の首、ああしまった、そうであったのか。子供と頭の良い方すべてを悟りました遠藤森と、これからは今朝午前の礼を弔うがために、家も捨て武士も捨て、名も門学と改めまして、月もろともに旅をする、そして前人未到という31日間という断食を成功させた偉い男でんな。31日間一切物を食わなんだよね。32日目になった、もう腹減ってしゃあここまで修行したからにはよかろうと、弟子が差し出しましたら、朝ごはん、ああ、ありがたい、久しぶりやと箸で食べようと思ったんですが、何ぼ食べようと思ってもご飯が口からペッペッ、おかしいな、食べれない、お腹はグーグーグー、お腹が減ってる、なんでこない朝ごはんが食べられへんのかいなと思って、よう考えたらそれもそのはず、今朝の午前が果たしてたという、平家物語という話です。ありがとうございます。
もうトイレから帰ってきはりましたか。ねえ、ちょいちょい水と一緒に流される人がいるもんですから。関西人というのは食い物に結構うるさいんですよ。もちろんこっち側にもいろんなおいしい食べ物がありますが、大体関西人が好きなもんたらきつねうどんとたこ焼きとお好み焼きで、私今東京にずっと行ってるんですけど、長いんですけどね、最初池袋の北口でたこ焼き見て歓迎しましたね。うわあ、東京にもたこ焼きがあるか、いくらぐらいすんのかいな。その時こう見たら一つの船に8個入って400円、たこ焼き8個で400円、ぼったくりやね、あれ。たこ焼きが8個で400円ちなね、大阪390円ですからね。ほんでたこ焼きをこうって口の中にこう入れたら、なんとたこ焼きの中にたこ入ってまへんねん。忙しから入れ忘れよって、たこ焼きにたこ入ってないちな、おかしいわな。おっちゃん、たこ焼きちゅな、たこ入ってるさかい、たこ焼きちゅねんで、たこの入ってないたこ焼きがこの存在するかって嫌み言うたら、おっちゃんに行かさせる、しゃれてました。ほなお客さん、なんですか、鉄板焼きちゅな、鉄板入ってまっか。今から終わってご飯食べに行きはりまんねやろ。もしも勇気のある方は、いっぺん値段の書いてない店入ってみなはれ。勘定払う時の恐怖心ね、夏場にはもってこいですからね、あれは。ところが安くて美味しかったりするとすごく得したような気になる。しばらくして友達連れてきて、同じもん注文して同じもん食べたのにまずかったりすると先に言うたん、ちょっと大将、この間エビ食ったらうまかったやで、今日友達連れてきたやん、何や今日のエビは、これプンと匂いがする、どういうわけ。おかしですな、同じ日に仕入れたんですけども。まあそれで大手のかいなと思ったりするわけでございますけども、今から800年以上昔、西行法師という方がいらっしゃいました。西に行くと書いてこれ西行というね、昔の坊さんというのは大概西を目指す、インドとか中国にこう行く、中にへそ曲がりがおって東を訪ねる坊主、東尋坊ちゅってね、これはまあ福井県の方で暴れてるそうですが、法師ってね、お坊様のこと今ねてね、農院法師、健康法師、勤労法師、つくつく法師、これはセミですね。この方は和歌の名人、歌人でございまして、今でも百人首にその歌が残っております。嘆けとて月夜は物を思わする、過去地顔なる我が涙。これが西行さんの歌ですね。こう手の届かない人にこう思いを寄せて、それが迷っていかんので思い悩んで泣いてるという、まあ悲しい恋の歌。こないうとおりますと、この方は、なんかめめしい朝男のようですが、そうではない。本名佐藤兵衛の城乗清と申しまして、北面の武士、つまり今でいう SP 警護隊のようなもんですね。同僚に平の清盛がおったと。ご先祖様はと申しますと、俵の通った秀里、大向かでを退治したり、将門の乱を平定した豪傑英雄、その血を受け継いでおります。がっちりとした体格の立派なお侍さんと、なぜか23歳の時、世の無常を感じて出家をいたします。侍が坊さんになった。友達が聞いたんやって、おいお前坊主になったんやってな。そう。あんまり気遣いなはんのや。これは坊さんやからそうと答えたというだけの話で、まあ今のがダジャレその1ですね。この後各地を転々といたしましたので、いろんなところに逸話エピソードが残っております。中でも有名なのが、奈良県は吉野、千本桜でおなじみのとこですね。上の千本、中の千本、下の千本、奥の千本、一箇所に千本あんねんて。ほんまにあんのかね。私ちょっと疑問持ったんで聞いて、ほんまにあるんですか。絶対我々は千本家やと。今のがダジャレその2で。西行さんというのは非常に桜の好きな方でございまして、おのおのタイトルに西行桜なんてのがございます。願わくば花の下にて春死なん、その如月の望月の頃という有名な歌を残しております。まあ、実際に2月の16日如月の望月の頃にこの亡くなったんやそうですが、あそこに西行庵というのが
いおりという字を書いてあるあんって読むんですね。ああいうあっちこっちうろうろする人はあんいおりというのを持っております。西洋庵、芭蕉庵、一休庵、エイリアン。このお話は摂津の国は川西村、ただいまの地名で申しますと兵庫県川西、能勢電鉄能勢の妙見さんの近くに鼓ヶ滝という滝があったんやそうですね。今はまあ駅名だけが残っておりますが、どれぐらいの滝であったのか、幅が3メートル、高さが5メートル、そんなに大きな滝ではございませんが、これがなんと日本の三大滝のうちの一つ、日本の有名な滝のベスト3のうちの一つや。ほな後の二つはどこにあるか。どっかにある。これはまあお暇な方はご自分でお調べをいただきたい。まさに水晶のすだれを吊るしたようなきれいな滝で、この水が滝つぼに当たりまして周りにポン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 と小玉をする音がさながら鼓を打つがごとく聞こえてまいりますところから、誰言うとはなしに鼓が当たり、またこの水の勢いで丸くなりました白石、これが碁石で使いますところの最高級の白石やそうですね。ならば黒石はどこが一番。これは和歌山県は那智の滝で磨かれました黒石、那智黒と。鼓ヶ滝の白石、那智の那智黒、非常に高価なもん。ドン・キホーテでは売ってまい。ご一専門店に行かないと買えないような品物。その白石で有名な鼓ヶ滝にやってまいりました西行法師が、およそ歌読みと言われるものがこの鼓ヶ滝に来たなれば必ず歌を一首読むと、我も読もうというので大きな岩にどっかと腰下ろし、美しい水の流れに身をやっております。やがてできたとばかり携帯を引き取る、やたってから筆を一本スッと抜き取りますと紙にサラサラサラと歌を書いた。さあその歌というのがあの有名な水に漂う浮き草に同じ定めと人の言う。騙されたあきまへんで。今の歌謡曲やからねこれは、和歌ですから五七五七七味噌しと文字で和歌、味噌しとなめはバカ。伝え聞く鼓ヶ滝に来てみれば沢辺に咲きしタンポポの花と呼んだ。岩角にこうひそりとこうタンポポの花がこう咲いてたんでしょうな。それをこう歌に読み取ったというね。あのタンポポという字ね、薄い墨でこう平仮名で書くと何とも言えんこうあのこの色気のある字ですね。口の小さな女性が手のひら口に当てて笑う感じ、タンポポポポポポ。これを漢字で書くと色気も何にもない。どういう字を書く、蒲焼きの蒲に公務員の公、英雄の絵蒲公英でタンポポ。そこらは唾だらけになってますがね。おそらく西行さん薄墨でひらがなで書いたんやと思うんですが、伝え聞く鼓ヶ滝に来てみれば沢辺に咲きしタンポポなら、うん、我ながら良い歌である。今までにも数多くの歌読みがこれに来たりて鼓ヶ滝の歌を詠んだであろうが、我に勝る歌はなし、自画自賛をいたします。自画自賛結構でんな、自分で自分を褒めねえさかいに誰に遠慮することをおまね。そうでっしゃろ。ほんでまた自分自身ちが一番よう気が合うんですってね。これ自分自身で気が合ったらもう病院行ってもらうのはしゃあない。その点人褒めの難しい。社長、社長のお嬢さん、なかなかの美人ですね。いやありがとう、わしになくてよかったよ。ほんまでんな、どこまで飛ばされる。その点人を怒らすの簡単やで。5秒、信号待ちしてる人の身元口をしてアホ、これですか宮野県から。自画自賛もいいんですが、これが過ぎると天狗になる恐れが。最後最初から日本一の歌い天下の最後小田寺だんだん花が咲くな増長、これが怖い。我々の世界でもちょっと人に褒められると地球に増長するやつがおる。一番弱い言葉なんかしてまっか、あんたは名人でんな。これに言われ、私なんか名人でんなって言われたこといっぺんもない。思ったことはありましたけどね。ある落語ファンが、いやー師匠、師匠の落語昼間来たら夜寝られませんでした、嬉しいな、そんなに興奮したんですか。いや昼間寝すぎたもんで、どんなファンかいな。西行さん、我と我が歌に惚れ込んで鼓ヶ滝の美しさに見とれております間に、辺りがだんだんと薄暗くなってまいりました。えらいことをした、早く宿屋を見つけて旅の疲れを癒さねばと、
宿屋を探したんですが、今から800年以上昔ですよ。兵庫県というと有馬温泉が、温泉はあったかもわからんが、漢方の宿がなかった。あっちうろうろこっちうろうろ、とうとう山道に足を踏み入れた。ところがこれが抜けるどころか、池ども池ども人家がなく、辺りはもう真っ暗。やがて足は疲れて棒のようになる。その棒を外して杖にしたと申します。どないだこのニュアンス。やがて足は疲れて棒のようになる。その棒を外して杖にするという。なかなか他の話し家では真似のできない文学的な表現ですね。やがて足は疲れて棒のようになる。その棒を外して杖。なかなか。やがて足は燃え。西郷さんは弱りましてね、こんなところで野宿するのかな。ひょいと向こうを見ると明かりがちらちらと見えた。町の明かりがとても綺麗によかった。這うようにしてやってまいりまして、戸の節穴からこう中尾場覗きますと、もう七十に手が届こうかというおじいさん、その連れ合いのおばあさん、15、6の孫娘がちょうど夕飯の支度してる真っ最中、何とも言えないいい匂いがポンと鼻先をかすめる。うん、これは良いところへ来たな。お願いをいたす。もしお願いを。はい、どちら様じゃな。旅の僧歌人でございます。鼓ヶ岳の天の美しさに見とれ宿を取り損じました。土間でも結構、一晩お泊めを願いたい。ああそうかそうか、困ってる時はお互い様、さあさあとどうぞこちらへと、いろんなそばに席を開けてもらう。おばあさんちょうどあのおかゆ炊いてる真っ最中、おたまじ目のけんさんとかこういうのかき混ぜます。出来上がりますとハゲちょろけの間にたっぷりとついでくれる。おかずは山ごぼうの味噌漬け、ポリ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 というのは普通の話。西郷さん1メーター80あった、ほらポリポリって早いね。ヤシの実かじっても血が出ないっていうぐらい立派な。今のそういればようできてまんな。うちのばあちゃんがね、私の机の引き出しにそういれば入れときよって、びっくりすんで開けたら肩がで、おばあちゃんこんなとこ入れ、ごめんごめん、他へ入れとこって忘れよって、で今度うちの息子が開けよって、シュッと開けたらそういればカバン。その時うちの息子どないだと思う今。おばあちゃんやれこっちは机が笑うてるわ。子供の感性ってすごいなと思ったんね。こないだ東京の新宿の交番所の前歩いてて、ほなねこの顔にピンときたの百刀番、指名手配の写真がバーッと貼ったん。そこへ5歳ぐらいの男の子を連れたお母さんが通りかかって、その5歳の子がその写真見るなら大きな声で、あパパだあれやとどうなったんか知らんと思ってね。3杯の粥をペロッと平らげまして、いやーこれで人もここへ着き申した、心置きなく休むことができます。どうもごちそうさま、よかったよかった、うん、だいぶ顔の色もようなられたな。ところでな、我ら山鹿で生涯送る者、里の話を聞くのが何よりも楽しみじゃ。うん、先ほど歌読みと言われしからには、さぞ鼓ヶ岳良い歌を読みになったことでございましょうな。いやいや、ほんの粗末な歌じゃ。しからば一宿の礼と申してはなんじゃが、おっかせいたそうかのうと、西行さん口では優しく言うてますが、お腹の中は全然違う。けーこんな山奥の田舎のじじいに日本一の俺の歌が分かってたまるけーけーと思いながら、一度しか申さん、よく聞かれ伝え聞く、鼓ヶ岳に来てみれば沢辺に咲くしタンポポの花と呼んだが、どうじゃ。なるほど、これは良い歌でございますな。今までにも数多くの歌読みがこれに来たりて、鼓ヶ岳の歌も聞き申したが、あなた様ほどの良い歌は聞いたことがございます。見事じゃ、あっぱれ、感心感心と言いたいところじゃが、一つだけお直ししてもよろしいかな。これ聞いて西郷さん、むかこのじじい、わずか3杯の会でずんのり上がって
いてもたろか、うんだらめがと思いました。待て待て、怒ることは言っても毒があり、今あなた様は伝え聞く鼓ヶ岳にとよみになりましたが、鼓というのは音の出るものじゃでな、伝え聞くというよりも音に聞くとした方がぐっと調子がよくなりましょうがな、伝え聞く音に聞く文字の数は同じ、そうなされてはいかがかな。なるほどな、伝え聞くというよりも音に聞くとした方がぐっと調子がよくなる。最後最後までこのじじい何を言うか、カタって、この方がカクンとこう、ちょうどあのいらんこと言っていつも謝ってる麻生副総理みたいなもんね。麻生副総理とかけて北海道は釧路ととこ、その心はどこまで続く、この失言は。そこもとは華道熱心なものと、いやいや我らのようなもの、歌の一つも読めと言われてもなかなか読めませぬがな、人の作った歌の良し悪しぐらいは分かります、そうなされてはいかがかな、ご忠告に従うといたそう。それ聞いておりますとおばあさんが、じじどんや。何じゃばばどん、今じじどんがお直しなすったによってわしも直してあげたんじゃがの。これ聞いて西洋さん頭のアキレス腱がブチッと切れた。男同士ならともかく、女の分際で生意気なこの提灯ババア、あの横にシワがあるのがそうやそうですな。提灯ババア中にある縦にシワがある、ああいうのをカラカサババアとこう言うんですよ。今日は一人もお越しじゃございませんで、ね、ですから安心して喋りますが、どこが今じいどんが髪の毛直しなすったんで、わしはその次のところじゃがな、鼓ヶ岳に来てみればというところ、鼓ちなこう打つもんじゃでな、来てみればというよりもうち見ればとした方がぐっと調子がよくなりましょうがな、下の方からうち見上げのうち見れば、鼓を打つのうち見れば、二つが一つになってぐっと調子がよくなりましょうがな。なるほど、来てみればというよりもうち見ればとした方がぐっと調子がよくなる、そこもとは角を名誉なもとと受けたわ、ご尊命をおっかせな、いやいやそのような名のあるものではございません、そうなされてはいかがでございましょう、仰せの通りいたしましょう。そこへ孫娘がひょこひょこと現れました。私もお直し、まだかに上の句中の句直されて下の句直される、全部直されるわけやから、もう西郷さん抵抗する力もな、もうどうぞどうぞ、もう好きなようにして。今お坊様は沢辺に咲きしタンポポの花とお読みくださいましたが、これなら日本全国どこで読んでも同じこと、この辺りは川辺氷と申し忘れ、沢辺というよりも川辺、鼓ヶ岳はタンポポよりも白いの花、川辺に咲くや白蓮の花とお答えいただきましたら、これでまことの鼓ヶ岳の歌になりましょうとぐっと睨んだその娘の眼光の鋭い子ちょうどあの奥さんに睨まれてる中日の落合さんみたいなもんでね、落合さんはジェネラルマネージャー、中日を日本一するのが悲願やそうですね、これを悲願の中日とこう。今のがダジャレ最終回ですかね。音に聞く鼓ヶ岳に打ち見れば川辺に咲くや白蓮の花、さっきの歌とはえらい違い、なるほど上には上があるもんだな、あーあーと弾いた途端背中のふっこも一員だからハッと我に帰りますと、今まで山の一軒家だとばっかり思っておりましたが何もない、山の中の松の寝方、先ほど山道に迷い込んで疲れを癒そうとうたうたっとした時に見た夢でござい、あー我いささか稼働に慢心をいたしたか、白蓮の花を鼓の音に引っ掛けタンポポタンポポと返しは我が増長であったのか、それをいさめんがために住吉大明神、一丸明神、玉妻明神の若三人が仮初めにも今の三人に姿を変えて現れ玉石に添えた、あー我これより決して稼働に慢心をいたすまじと反省をいたします。反省するなら猿でもできる。虎西洋さん、
初心に戻り血のにじむような修行をいたしました。73歳大阪広川寺でこの世を去った後にも日本人の心の中で和歌の天才歌の名人として未だに生き続けております。人は死して名を残す、虎は死して皮残す、話か死んで借金残すという心なき身にも哀れは知られけり、しぎたつ沢の秋の夕暮れ、西行鼓ヶ滝の一席でございました。ほんまに高齢化社会でんな。いやいや、皆さんのこと言うたわけやないんですよ。訛りは国の手形なりってなこと申しましてね、まあそれぞれ土地土地には方言というものがございますけども、大阪で、昔朝起きて顔を洗うことをこう手水を使うとこう言うたんやと思うんですね。手の水とか言って手水と、手水を使う、顔を洗うことで、これが大阪をちょっと離れた丹波あたりへ行きますともう皆目通じなんだよ。大阪の人が丹波の貝の村というところへ泊まりまして、朝起きて沿岸に立ちますと、まあ都会と違いまして田舎のこと、景色が非常に綺麗で空気が澄み切っております。ああええ気持ちやな、今朝ここで顔を洗わしてもらおうか。お客さんおはようさんで、何かご用でございますか。ああすまんがな、ここへ手水を回しとくなさらんか。一度主人と相談いたしますんで、しばらくお待ちを。旦さん、何やおきよ。昨晩お泊まりになりました大阪のお客様が、手水を回してくれとこない言うとありますけど、どういたします。うん。そういうことは全部あの板場に任したんねんけどな。キスケに聞きなれ。あ、キスケ丼に来たからえらいすんまへんでした。キスケ丼、何やおきよ丼。昨晩お泊まりになった大阪のお客さんが、手水を回してくれ言うとありますし。何を手水を回してくれとこない言うとありますの。ちょっと待っちゃおい。俺も長いこと板場やってるけども、手水を回すような料理作ったことがないで、おい。それ何ぞの間違いと違うか。そうかで旦さんが木助殿に言うたわかる言うてありましたで。そうか。ひょっとしたら、旦さんが知ってるよ。よしやで、俺行って聞いてくるわ。旦さん、おはようさんで。おお、木助がないや。ええ。今、お京都がね、昨晩お泊まりになった大阪のお客さんが、手水を回してくれ言うたあるって来ましたけど、私も13の時から板場やってるんですが、手水を回すような料理こしらえたこともない。旦さん、調子ますって一体どんなもんでます。お前も知らんか。私にもわからんねや。いや、ひょっとしたらお前が知ってるかいなと聞きに、困った。いや、あのお客さん3日も通りをするようたお客さんや、まして大阪の方、わかりませんってなこと言うてみ、ああこれやさかい田舎の宿屋はかなんと思われるのが嫌やろ。困、お前すまんけどな、ちょっとずくねんじまで行ってきてくれるか。旦さん、わてお寺に 何しんぎまん。向こうのおっさんなかなかの物知りじゃん。ひょっとしたらわかるかもしれんな。わけ言うて聞いてきてくれ。伊田さんにます。おさんこんにちは。おお、こら誰かと思ったら丹波屋の木助どんか。何しにござったな。あの折っておっさんにお頼みしたいことがあって寄せてもったんですが、改まってわしに何をお頼みに来なさった。わけ言わなわかりませんけどね、あの昨晩お泊まりになった大阪のお客さんがね、朝起きになるうちのお清に手水を回してくれと、こんな難しいことやりまして、旦さんも私も何のこっちゃ分かりまへん。まあ、旦さんが言うには、ずくねんじのおっさんなかなかの物知りやさい。ひょっとしたら分かるかもしれんね。聞いてこいってこれ言わはったで、よしてもて、おっさん、手水回すって一体どんなもんでます？はあ、何か。大阪の人が、そんな難しいこと言うてなかった。ちょっと待っとくなされや。手水。キスケ丼、長いと以上書いて、長と読みますな。ええ。頭という字を書いてずっと読みましたろ。ずっと読みますな。長ずつまり長い頭を回してくれとこない言うてなさるじゃん。あ、さようですか。それやったらそれと言うてくれはったよろしいのに。大阪の人で難しいものの言うしありまない。また改めてお礼迎えさん、おきにさいなら。いてまいりました。どれ、わかって、さすがつくねんじのおっさん、すぐにわかりました。ほう、で、一体何のこっちゃ。旦さん、長いと以上書いて、長と読みますな。頭と字書いて、ずっと読みましょう。長ずつまり、長い頭を回してくれと、こない言うたるそうですわ。あ、そうか。それやったら、早速、お清に言って、長い頭回すように。ちょっと待ちな、あれや、これ。その長い頭、ちのわかって、うちにそんなもんありゃせんで。あの、旦那さん、まこといるようでしたら、一つだけあるんですが、
うちにかようちゃお前に、あのご存知はおまへんか、あの隣の一兵衛町とこ、いや知らん、サイドアス聞いた、この一兵衛というとこが長い頭に手の上3本つないでも頬かぶりがでけんちゅうらい、へちま頭の一兵衛町あらネタ、この男呼んできて回さしまようか、そんな人が隣には住んでるのか、分かった、あのお客さんその人の噂をどことで聞きなさって、うちに泊まったの幸い大阪の土産話に見ていこうと、ほな思うたんや、ほなお前すぐに呼びに行って、あ俺の方は十分させてもらうさかい、営業さんにます、旦那様なんぞあのキスケ殿が呼びに来てくれまして、どおらに御用で、 お前さんが一兵衛さんか、長い頭、いや実はわけ言わなわからんけどな、あの昨晩お泊まりになった大阪のお客様がな、朝起きになるうちのお清に手水を回してくると、こんな難しいことおっしゃった、恥ずかしながら何のこっちゃわからんのでな、キスケにずくねんじまで聞きにやらした、さすがずくねんじのおっさん、手水とは長い頭を回すことやって、この教えてくれはった、さするところそのお客さん、お前さんの噂をどこぞでこう聞いてな、大阪へ帰るのに土産話に見ていこうと、こらおたんだじゅう、お前せいれすまんけど、お客さんの前でその長い頭くるくるとこう回してもらえんやろかな、ああそうだね、何のことやってもたら、そのやっとくなさるか、あの俺のは十分させてもらう、ところで旦那様お客様どちらにお泊まり、離れにお泊まりで、あ裏から回っていきなあれ、先ほど縁岸に立ってなった、どうぞよろしくお頼みします、どんならんな、ほんま田舎の宿では顔あるのいつまでまた好きや、ほんまに、これ誰ぞいなさらんか、ええお客様ごめんくだしまし、何や長い頭の人が入ってきたの、あんた なんじゃな、あのお客様が手水回せとおっしゃったんで、私回させていただきに参りました、あんたが回しとくなさんのか、おなすぐに回しとくなされ、今ここですぐに寝ますか、そっから待ってますや、朝だ、なちょっと失礼して、こんなもんでどうだ、何をしてねこの人は、早いこと回しとくなさい、もっと早いんじゃますか、ほなこんなもんでどうだ、朝早回すと言われたんで、一兵衛さん一生懸命回したもんで目回してその場で倒れてしまう、もうそれ見てたお客さん煽らになってきて、顔も表してもらえぬ宿屋はどんだな、朝顔も食べずさっさと勘定しましてお立ちになりました、キスケ長寿とは長い頭のことやないらしいで、大阪のお客さん3日泊まり言うててえらうことお立ちになってしまう、ほんでまたあのお寺の坊主何をしやがって、あのガキはまあまあ住んでしもったことはしがないな、しかしまたいつなん時大阪のお客さんお見えになりやがる、そうでこんなことはどんな、なんか分かる絵法はないかな、旦さんそれでしたらこう遊ばしたらいかんなもんだしたら、旦さん大阪お越しになってどこぞの宿屋お泊まりになって朝起きになり女中さんに手水を回せとおっしゃったらすぐに分かると思いますが、なるほどこらええとこへ気がついた、ほなお前もついてきと、えお供いたします、まことに商売熱心のお方で大阪へやってまいりましてね、このあちらこちらを見物なさいまして日本橋あたりで宿を取りまして、明くる朝、あそろそろ回してもらおうかな、そうでますね、一体どんなもん持ってくのか楽しみだ、ほんまやな、うん、これお女中、まあお客様おはようお目覚めで、おはようさんでございます、何かご用でございますか、すんませんがな、ここへ手水回しとくなさなんかな、あこちらへでございますか、すぐに回させていただく、しばらくお待ちを、キスケ聞いたか、さすが大阪の宿屋、主人に相談しに行かへんで、言うておりますこれ昔の赤の金だれ、赤というと銅製の立派立派な洗面器にこう湯をなみなみと入れましてね、で盆の上には塩と歯磨き粉と房用紙、これ昔はこの塩でこう歯茎をマッサージして、で房用紙にこう歯磨き粉をつけてこう磨いたんやそうです、お待ちどうさま、ここを貸してもらいます、青木ありがとう、キスケこれが長寿というもや、
長い頭とえらい違いが。なるほどね、さすが大阪でますね、立派な器がそこでございますな。器、するとこれは食べるもんか。飲むもんでます。飲むもん。大阪の人毎朝こんなもん飲んでなさるのか。へえ、来てみな、わからんめん。ほんなこの白いな、それは塩でます。これなんとか、もちろんその中にて味付けに使いますの。塩味か。ほんなこの赤いの、それ薬味でます。その中掘り込まんねん。へえ、この棒かき混ぜまんねや、それで。へえ、来てみな、わからんもんやな。いっぺんこしらえてみと、え、わかりました。キスケどん、あるだけの塩と歯磨き粉放り込んで、これ二人でビーッ、どうぞお上がり。うわ、たくさんあるな。何かね、大阪の人はこれ一人で全部飲みなさんのか。いや、わしゃこんな飲めんで、ひょっとしたら残すかもわからんが、お前残ったら飲んでくれるか。おそら喜んでお商売いたしますで。そうか、ほなさっきお前らさん、えらいことになって、うん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 、やっぱし思ったとおり、こない残してしもた。旦さん、お味の方は？妙な味やな。とてもわしの口に合わんで、ね、これは。お前よかったら飲んどくれ。旦さん、こないたくさん残していただきまして、私も旦さんのお供して大阪へ出てきたおかげで、こんな結構のわいたで、こすらグーッと飲み干しましたところへ、お客様お待ちどうさまで、もう一つここへ。キスケまた来たで、これ。はあ、するとさっき飲んだのが、あら、私の分。こら、お前の分じゃ。あ、お前よかったら全部飲んでくれ。あ、ほら、おと、いいな。俺、旦那の残りいただきます。お腹の中、ちゃぽ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 。困ったなあ。どうし、これ、お女中、お客さんなんでございます。あとの一人前は、お昼にいただきます。